こんにちは、ゴールデンボイジム会長の金子です。今日はですね、かねてより、検証してみたかったことがありまして、それをですね、ぜひ試してみたいと思います。さて、どんなことを試したいか。それはですね、猫の面白い習性みたいな感じで、結構ですね、僕の知り合いなんかが、猫ってな、こうやってやると嫌なんでみたいな感じでね、みかんの皮を猫の鼻先持ってってプチプチってやって、猫はブーンってやってこうピューって逃げちゃうっていうね、そういうのをちょいちょいと、見せてもらったことがありまして、おいおいでもね、それってさりげなしにやってるけど、あれってもしかして市民じゃねとかってやっぱ思いません？果たしてこう、そのみかんのかぐわしい香りだけが嫌なのか、もしかして柑橘系だけでね、シュワッとこう染みたりとかしやしないのかね、それがちょっと心配だったので、これは自分で実証実験すればいいかなと。そんなわけでこれです。はい、幸いにしてちょうどですね、行きつけのお店で、オレンジを見つけました。このオレンジなかなかただもんじゃないですよ、オーガニックのオレンジなんですけど、いや、オーガニックのオレンジまで使って実証することかっていう話もあるんですけど、いやいや、とりあえずいいもんで、検証してみるに越したことはないということで、はい、このオーガニックオレンジで試してみようと思います。さあ、それじゃあ、手の役よろしく頼むぜ。こうやってね、こう剥いて、こう皮を剥いてるよ、こうやって剥いて、ほらほら見てみって、こうプチプチってやるとこうなるっていうね、それです、とりあえず、実証実験してみたいと思います。カメラにかなり寄らないとはっきりわからないと思うんで、ちょっと試してみましょう。じゃあ猫の鼻先この辺でプチプチってやるとね、やってみたい、すごくやってみたそうだね、相棒がやってみたそうなんで、じゃあちょっと、もうこの辺から、怖いな、ちょっと待て待て、こうカメラに映さないと意味ない、近いな、はい、どうぞ、はい、どうぞ、なんかふわっときたね、なんだろう、微妙、もう一回やりたい、もう一回やりたい、プチプチっと、はい、すっごいオレンジの香り、鼻にきた、鼻にツーッと、なんだしみてきた、嬉しそうにもう散々かけまくってるけど、ものすごいたくさんかけられたね、はい、ありがとう。しみるというほどのことはなかったね、しみる、ね、もう一回、もう一回、そんなにやってみたいのか、え、何、え、身でやってみたい、身はしみるんじゃないか、なんかね、身でやってみたいという話があるんで、ちょっとじゃあこの身を割ってもらってみたいな感じ、ちょっともったいないね、だって美味しいもん、あ、食べたいな、もっと、もうちょいこいつ、もうちょいこいつ、はい、はい、あ、この子こんなん丸ごと食べていいの、食べない、あ、入っちゃったよ、喉いくぞ、結構大きい、しゃぶるだけいいんだよね、しゃぶるだけ、しゃぶる、さあ、大元になったはい、ありがとう、しゃぶるだけだね、あ、しゃぶるしょ、赤ちゃんも久しぶりなもんでさ、はい、1、じゃあちょっとママにこれをこうメリッと剥いてもらって飛ばそうの実証実験やってもらおうかな、たすなり俺がタップすればいいよ、タッチを、タッチを、これタッチも一緒に浴びるか、はい、はい、どうぞ、要は、はい、はい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 、この辺で
ちょっと、しみた。しみた。これ痛い。一応さすがにちょっとしみたね。量が多い、量が多い、うん、猫にできるレベルではないと思う、うん、あう、うん、まあまあまあちょっとね、これは敏感な猫にとっては結構厳しいのかなっていう気がしますね、はい、実に爽やか、ものすごい感じ、人生の中でこれほどみかんの、みかんというか、まあ、オレンジのね、皮からの飛沫を飛ばされたことは生まれて初めてですね、うん、ツルツルになりそうだね、はい、じゃあそういうことで身の方身の方メリってやったら、近くでメリってやったら多分飛ぶね、もうちょっキュッし、開いた開いた、これはダメ、猫にやっちゃダメです、まあ、とりあえず皮の方、人間的には大したことないですね、大したことないです、身の方は漏れなくこれダメだと思います、はい、身は食べるようにしましょう、はい、なんだか最終的にはよくわからない実験になりましたけど、はい、以上、検証結果でした、ではさよなら、よし。